はい、皆さんこんにちは、ケイズです。今日はね、またまたケイズのオフィススタートの動画です。はい、わかりますよね。今回もまたマニアックなね、趣味を続いたような話ですよ。で、今回は新たに出ました CX60、 これは FR 駆動の車で、そのね、姿勢制御には KPC キネマティックポスチャーコントロール、まあこれが使われてるんですけど、じゃあこれがどのように作用するのか。で、今までの FF ベースの、GVCGベクタコントロールプラスとどう違うのか、まあこれを説明していきます。例えばね、もうすでに CX60 試乗してきました。 KPC これね、秘密のコマンドでオンオフできるんですよ。知ってました？はい、これでね、やってみますよ。はい、こんな感じです。まずはね、あの KPC がある状態で定常旋回、ここでやってみますね。ここから行ってみますね。これなんですよ、加速しながら、これね、リアが浮き上がらないんですよね。はい、定常旋回でちょっときつく、普通だったらちょっとね、膝を食いしばれぐらい、これ、ね、内側は浮かないんですよ。これすごいな、 KPC。 お、これすごいぞ。はい、もうきついカーブ全然浮き上がらないです。これすごいな。はいはい、そしてトラクションコントロールオフにしますよ。こっからです。トラクションコントロールオフ、今ね、あのメーターも今表示が入ってます。外に傾く、外に傾くぞ。おい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 、待てよ待てよ待てよ、ちょっとアクセル踏み込めないぞ。外に傾くぞ、ちょっとこのきついところ、うわー、外、これははっきりするな、これ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 。はい、こんな感じでね、やっぱりあの強い G がかかりながら定常旋回すると車体の安定性って違ってくるんですよね。安定性が出るっていうのは、気にせず踏み込んで FR 本来のリアをプッシュ、駆動を増してプッシュして、リアをプッシュしてノーズの回転性を上げる、こういう風な、あの、まあ、滑らかな FR らしい走りができるっていうことなんですけど、まあこれをね、このこういう風な模型とか、あるいは KPC の理論である、このバイクのスイングアーム、これがね、どう動くか、これをね、つらつらとマニアックな話で、これ結構ケイズの推測も入ってますから、もしかしたらね、突っ込んでみたけど結構ね、ピントずれてたり、あるいは間違ったりするかもしれませんから、あ、皆さん、あ、そらそらそうだよねとか、いやいやケイズ君そうじゃないよというのはね、大人の書き込みでコメント加えてくださいね。はい、ですからこれからオープニングムービーの後はまた深い、普通の人は知らなくていい話ですから、まあ、はい、俺はいいやって思う人はまた脱落してね、あの他のところで見てください。はい、まあ、今回ね、マツダの CX60、まあ、出ましたけど、模型で今までの FF ベースの、これ CX5 ですね。FF ベースの CX5。そして、ちょっとね、あの CX60、まだモデル持ってないんで、まあ、カマロ、ね、俗に言う、まあ、FR、まあ、メシャのカマロ、あ、これをね、FR の代表として、まあ、この模型を使いながら、まあ、G ベクタコントロールと KPC、あのどう動きが違うんだっていうことを、まあちょっとつらつらと説明します。あの冒頭に言ったようにね、かなりマニアックな話で、もしかしたらケースも間違ってるかもしれません、まあかもしれませんのでね、皆さん話10分の1ぐらいに聞いておいてください。はい、そしてね、まずはね、あの実写の、CX60、 実写の CX6 で定常旋回、結構ねきついところを回ってみる動画を次に出します。皆さん、あの誤解してほしくないのが、あのロードスターで KPC がすごく評判が良かったじゃないですか。あのひらひら感がありながらも、実際には踏み込んでみると、まあ、コーナーであのどっしりとした、あの地を這うようなあの回答性ができる、これすごく評判がいいんですけど、じゃあこれが皆さんが普通のエコ運転でしてる時に夢のようなサスペンションなのか、いやいや、これ違うんですよ、全然違うんですよ。
KPC はあくまでもあの強い G が横 G がかかってコーナーリングを楽しんでる FR 車の車のためにその時に初めて動いて、今現状では例えばロードスターでしたら 0.3G 以上の横 G、 0.3G って結構きついんですよ。 0.3G 以上の横 G がかかって、アクセルを踏んでて後輪にあの作動差がある時に初めて動くコントロールがされています。ですから皆さんが普通にエコ運転で CX60 でもエコ運転で街中走ってゆっくりの普通のカーブをスーッと曲がるじゃ KPC 動いてないんですよ。ですから、あ、すごいな、これが KPC の乗り心地か。皆さんね、普通の街乗りではこれ体験できません。あの、ね、かなり踏み込まないとできません。あの、そこ間違えないでほしいんですよ。だから普通の街乗りで、例えば奥様を、女性を乗してる、それで自分もリラックスして乗してる、そこでは GVC プラスの方が車のコントロールとしてはよっぽど安定して、運転手の頭を揺らさない、あの、そういう優しい運転のためがまずは GVC、 そしてあのスポーツ走行、 FR らしいスポーツ走行をするため の、 あのデバイスが、まあ、KPC だっていう風にまずそれ知っておいてください。ですから何度も繰り返しますが、 KPC があるからといって皆さん普通の市場、まあ今動画バンバン出てますけど、いやいや KPC すごいすごいと言ってる皆さん、あれ大嘘ですからね。 KPC もっと攻め込まないとあの動かないですからね。それだけまず先に言っときますね。ですから次の動画は結構定常旋回で結構アクセルを踏みながら体がこういう風になるというのは、人間ドライバーって膝をギュッとね、あのセンターコンソールの方とあのドアの方にギュッと開いて膝をギュッと押し付けて体をコントロール、まあこのぐらいの力がかかってる時じゃないと KPC は動きませんので、はい、それも定常旋回でやってみました。これです。あ、今ねハードの発足液ポン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 とエンブレに合わせてパンパンパン、今これこのカメラ撮れたかな、この音、パン、この発足 AT のパン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 というギアを下げてあのエンブレを効かしていく、あの今までのあのマツダ、僕の経緯パドルシフトついてるんですけど、パドルでパンパンパン、マニュアルでいつも信号の時に落としてたんですけど、今回の発足 AT のこのギアダウン、キックダウンと言えばいいですかね、これ頭いいですね。結構スポーツ性的なあの落とし方しますね。あ、今もちょっとブレーキかけたらすぐパンパンとギアを下げてエンブレを効かせてくる。結構今回エンブレをあの積極的にこれ使ってますよね。ですからこういう風にちょっと減速して、これカーブって皆さんあの分かりますかね、カーブってこれ今ね、今定常旋回ですよ、これ一定アングルで今定常旋回してます、一定アングルで、はい、今手放しでいきますよ、ハンドル角そのままで今定常展開。そういう時って皆さんアクセルを離してあの車体がね、ノーズが下がるように、これアクセルを抜いてあの加速を抜いてノーズが下がるように、そうすると前グリップが上がってあの定常旋回が安定する、これ皆さん経験値的にやってると思うんですよ。はい、 KPC キネマチックポスチャーコントロール、これね実はねこのトラクションコントロールで入れたり切れたりでできるんですよね。であの皆さんねこれ間違っちゃいけないのは、あの皆さん普通の市場のつもりで FF ベースの今までのマツダ車、あの G ベクターコントロールで非常に運転者および助手席を揺らさないということで姿勢制御優れてるっていう風に、まあ、非常に評価されてるじゃないですか。これ FR の車なんですよ。これってカーブで踏み込んで初めて安定する車なんですね。だから普通皆さんがエコ運転で緩いカーブを回る限りはこれ実はあんまり恩恵を受けてないんですよ。でそれですごいすごいというのは皆さんそれはちょっと洗脳されすぎてるんですね。ですからちょっと今からやってみます。まずはねあの KPC がある状態で定常旋回、ここでやってみますね。ここから行ってみますね。こうなんですよ、加速しながらこれね、リアが浮き上がらないんですよね。加速しながら、あ、これね、これはあの交通ルールを守って止まりましょうね、皆さんね。
はい、定常旋回でちょっときつく、普通だったらちょっとね膝を食いしばれぐらい、これ、ね、内側は浮かないんですよ。これすごいな KPC、 おこれすごいと、はい、もうきついカーブ全然浮き上がらないです、これすごいな。はいはい、そしてトラクションコントロールオフにしますよ。こっからです。トラクションコントロールオフ、今ねあのメーターも今表示が入ってます。あ、そ、外に傾く、外に傾くぞ、おい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 、待てよ待てよ待てよ、ちょっとアクセル踏み込めないぞ、外に傾くぞ、ちょっとこのきついところ、うわー外、これははっきりするな、これ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 、はい、もう一回トラクションコントロール入れましょう。これ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 、引っ張られる、あの内側のリアが押し下げられる、上がらない、もうね、あのドリフトしながら、あのドリフトしながら言ったらいいわけない、姿勢がコントロール、あの水平に滑りながら行ってる感じ、これ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 ですよ、これ皆さんこの感じだから、あの攻めるためじゃないですよ、あくまでも速く走るためじゃないんだけど、このFR って踏み込みながら、あの安定して回答性を上げる、回答性を上げる、あのそこがすごいんですよ、そこが FF ベースの今までの G ベクターコントロールと全然違うんですね。だからここまで大きい G がかからないと実はねあんまりね出しゃばらないんですよ今回の KPC は。けどね多分ね年次改良でどっかから松田ってね入れてくるんですよ、あの花々花々しくね、松田ってずるいですよね。あのですからこのぐらいゆっくり形状旋回するには実はね KPC 多分これ効いてないんですよね、効いてない、はい、これ効いてないんですよ。でさっきみたいに本当にやばい感じで、 あのアクセルを踏み込んで FR の特性で曲げてやるぞっていう時に初めて効くんですよね。あーこれねやっぱり邪魔、このね僕ら一番止まる時に前にやってで終わるじゃないですか、前にやったらねバックの音流っちゃうもん、これ松田さんこれねやっぱり前に戻しましょうよ、これは、うん、これは前に戻すべきだと僕は思いますよ、このピロンピロンというバックのサインの音、これいらない、はい、ごめんなさいね松田さん、あの MX30 からこれついてるんですけど、あの時の試乗もケースねこれ気に入らなかったんですよ、ごめんなさいね。松田は絶対安全だって言うんですけど、このまっすぐ戻す時にバックの音欲しくないんですよね。はい、ごめんなさい松田さん。はい、それではね KPC を、まあ、入れた状態でもう一回定常旋回、今度きつめにもう一回いきますよ。はい、ここの止まればきちんと止まって、ちょっとヤバめに、まあ、法定速度の中でヤバめに踏んでみます。これですよ、ヤバいぞ、これ多分ねあの雪道だったらズルズルとリアが滑り出しちゃうぐらいですね。あのこれだけやっても全くリアが浮き上がらずに逆に引っ張り込まれる感じですね。さっき言ったようにこれブレーキまあまあ強めにかけても全体がスイーッといくようなサスペンションジオメトリーじゃないですか、これアンチリフトジオメトリー、これ入ってるんですけど、でそこがねこれ感が結構効いてますね。で今はちょっとブレーキをかけながらちょっとね荒い路面踏んじゃいました。結構その時はさっきの下に押し付けるサスペンション、これ要するにこれアクティブサスじゃないんですけど、そういう風にあのアンチリフトが入ってますから、あの結構下に押し付けられる、その時にはこれ勝手にこの サスペンションのあのダンパーが硬くなると同じ効果になるんですけど、結構その時の振動っていうのが車内にちょっとだけ伝わりましたね。これ多分ねこれからの KPS プラスになるんでしょうけど、そういうところで結構これ改善されるんじゃないかな、松田さん期待してますよ。やっぱりね6気筒ってあの松田の6気筒ってなんかね超高性能なスポーツっていう風に皆さん誤解されている方も多いんですけど、実際はそうじゃなくて、この目的って、まあ、トルクを増やして低い回転数で CO2 を下げるっていうのが目的なんですよ。ただし、まあ、もう一つはねちょっとだけ松田としてはラグジュアリーに踏み込むっていうのもあったみたいなんですけどね、だけどそのラグジュアリーに対しては今の振動っていうのはちょっと強い、まあ
あの車内に対しての振動の入力かなっていうことで、まあ、これからね多分ねこれあのリプロは入ってるんですけど、もっともっとあのチューニングってあの皆さんの声を聞きながら、あのマツダってね、マツダってねこのリプロもすごい速さであの改善されたじゃないですか。だからマツダって60に対してはものすごく改善のスピードって速いんですよね。これ期待したいですよね。はい、そしてね、まあ、KPC 分かりやすく言えば、まあ、このカマラで言えば、通常の右旋回、右旋回、これ要するにアクセルパーシャルでスーッとこういう風に、これ FR のカマラですよ、まあ、CX60 に見立てますけど、これアクセルパーシャルでスーッとやると、あのやっぱり遠心力で内側がこうめくり上がるじゃないですか、こうめくれ上がるじゃないですか。 FR の場合はカーブに入る前に1回アクセルを抜いてノーズをダイブさせて、で、ノーズをダイブさせて、そうすると、ね、サスペンションにグググッと前が縮んで前グリップがまず上がるんですよ。前グリップ上がった、この前グリップが上がるってこれ前側が抵抗になるんですね。逆に言うと抵抗になった状態でリアの逆に今度アクセルを踏んでギュギュギュッとリアプッシュですよ、リア駆動が後ろをプッシュする。そうすると前が抵抗ですから、ここを前を中心にしてリアがグググっと外に回りますよね。これプッシュアウト、リアがプッシュアウトだから回答性があって、インの、はい、先を見るね、コーナーを見る、コーナーを見る、こういう風にスムーズにギュギュギュッとスムーズに FR はリアがプッシュして、こういう風にコーナーを曲がってくれる。でその時にやっぱりそれでも遠心力かかっちゃいますから、どうしても内側、ね、後輪の内側こっちめくれるんですよね。上がってめくれる、外側はグリップ、強くプッシュできる駆動がかかるんですよ。やっぱり少しサスペンションが内側伸びてくるんですよね。この伸びるのをえいやっと下げて、車体が水平のままリアプッシュができる、これが KPC なんですよ。水平ですから運転者めちゃくちゃ安心できるんですよね。ですからさらにアクセルを開けてリアプッシュしやすいよ。これ間違っちゃいけないのは、早く走るためのシステムじゃないんだよ、総合システム。早く走るための総合システムっていうのはホンダの NSX の NC1 に使われているような、早く走るための四輪の G ベクターコントロール、これプラス制御なんですけど、マツダはマイナス制御しかしてないですからね。そこが違うところなんですよ。でこれの時に内側、リアの内側浮き上がった内側、これにねリアブレーキに薄くブレーキをかけると、これね車体がグイッと下がるんですよね。ですからもう一回言いますよ、まずはアクセル突入する前にブレーキをちょんとかけると、アクセルをわずかに1回抜いてすぐ踏み込む、ですぐ踏み込む、グーってやると抜いた時にノーズが下がる、ダンパーが縮む、前のグリップが上がるってことは前タイの抵抗が増える、前タイの抵抗が増えた状態でリア駆動、アーム、リアプッシュ、オリギア、ほら後ろをほら車体の、はい、ここ、車体グラビティセンターですよね。車体グラビティセンター、これ僕を持って、はい、後ろからリア駆動、プーッシュ、ほらほらほら、前が回りますよね。で、その時に、やっぱり、遠心力の影響で、内側が浮くのを、これを内側、はい、KPC が、ほら、下げると、ほら、引き下げて、ほら、綺麗に車体が水平に回っていきますよ。はい、これが KPC ですね。で、いや、ブレーキかければなんで車体が下がるの？ちょっとね、こう分かりやすい。これ、これ一番よく使われてるのは、バイクです。バイクの姿勢制御です。これね、リアブレーキかけると、正確に言うとね、リアが下がるんじゃなくて、リアタイヤが上がるんですよ。上がった結果、車体が下がるっていうので、車体が下がるのが先じゃなくて、リアタイヤが上がるのが先なんですよ。これちょっとね、まあ、分かりやすく模型で言いますよ、これ。バイクで言うとアンチスコートって言うんですけど、これ、すごく難しい話なんで、リンク貼っときますからね、余裕がある人は概要欄からリンクを読んでください。バイクのスイングアームって、まあ、エンジンのセンターから仮想ピポット、仮想ジオメトリーがあって、ここからこう、後ろ下にこういう風に出てますよね、バイクの、スイングアームって。これを、はい、人間スイングアームでやってみます。
で、このタイヤはね、あちらが前ですからね、バイクで言うと、はい、こういう形ですね、リアタイヤ。はい、で、僕が人間スイングになって、はい、このスイングアームは、はい、僕が、ここの方が、バイクのね、エンジンセンターですね。で、まあ、正確に言うとね、トルクロートの、センターはどこなんだろう。まあ、その話はリンク読んでください。はい、で、この状態で、いいですか、こう、ね、スイングアームは少し下がって、はい、リアタイヤ、はい、リアタイヤ、こっちの方向に、まあ、バイクはね、前進しますから、はい、この矢印の方向に、こう回ってます。いいですか？回ってますよ。はい、僕の指、ブレーキパッドです。いいですか？タイヤを直接、これでブレーキかけますよ。こう回って、ほら、ブレーキ！当てたら、この指はビヨーンと弾かれるの、わかります？もう一回回します。はい、ブレーキ、おー、指は上に持っていかれる。おー、指は上に持っていかれる。この反力で僕の肩は下げられるんです。この反力で僕の肩は下げられて、はい、この肩は下がる。はい、車体は下がる。車体は、はい、車体は下がる。これですよ。はい、これですよ。はい、これが KPC の、まあ、簡単に説明した内容です。はい、そしてね、まあお決まりですが、はい、やってみますよ。にゃドリアまあこういうことですね。はい、KPC ってバイクのこういう風なスイングアームね、ちょっと見せますけど、これスイングアームでリンクがここのエンジンセンターの後ろの結構高いところに持ってきてるんですよ。これリアブレーキを踏むと、これね、リアが下がるんじゃなくて、正確にはね、タイヤが上がるんです。反力として上がるんです。で、結果としてリアが下がる、リアが下がるね、これを利用した姿勢コントロールです。これね、ちょっとね、手持ちのバイクでやってみますね。はい、バイクのね、スイングアームの下層ピボットっていうのはリンクを使ってさらにね、エンジンの情報にあるんですよね。エンジンをかけて、まあスタンド外すと、まあ車重自体は下がるんですけど、はい、今ね、リアブレーキは踏まずにこのまま発進してみます。つま先をステップにかけてリアブレーキを踏まないで走ると、はい、このようにね、そのまま、そのままの姿勢、スーッとこう、リアは沈まに行くんですが、右足、リアブレーキのレバーを踏んづけて、はい、これで発進してみます。はい、こういうふうにね、やっぱりね、リアの、フェンダーが下がるのってわかりますかね？こんな感じでね、後ろが下がるんですね。正確に言うと、リアタイヤが上がるとも言えるんですよ。リアブレーキをかけてリアタイヤがどれだけ持ち上げるかお見せします。このスイングアームとリアブレーキ、まあトータルで15キロはあるんですけど、ブレーキをかけるとこれが1センチ持ち上がるの分かりますか？モトクロスの着地に耐える強いスプリングで押さえつけられてるんですけど、それがポンと上がる。これね、結構な力なんですよ。で、反力でまたこれが車体が下げられるっていうことになります。 KPC ってこれで姿勢を変えてるんですよね。バイクっていうのは言うなれば完全な FR 駆動じゃないですか。このバイク YZF-R1 といってスーパースポーツなんで、こういう切れ角がないバイクでこういう風な狭い道路で U ターンをしようとすると、さっきのようにリアブレーキを踏んづけてアクセルを開けながら、さっきのリアの沈み込み、リア荷重をかけてプッシュして内側に切れ込む、まあそういう風にしてこういう風な小回り、狭い道での小回りができるんですよね。リアブレーキをかけての赤いテールランプがずっと光ってるのが分かったと思いますけど、ですから、まあ KPC って言えば、まあこういう風なバイクのリア駆動の、まあこういう特性を利用してるとも言えるんですよね。まあこれをうまくこういう風にコーナーリング中に、本当はアクセルオンしたら、それ全体としてはアクセルオンとしたら、
あの全体としてはあの FR ってリアがグイーンと下がるんですよね。リアがグイーンと下がるんですけど、それでも遠心力でその中で左右を見ると内側って浮き上がるんですね。内側浮き上がるんですけど、それをさっきの KPC で薄く内側の後輪にブレーキをかけてあげると、これがこう浮き上がったのがギュンと戻って、でギュンと戻って水平で安心感がある。この安心感を与えるっていうのが大事なんですよ。運転手に安心感を与える。でおーしよしよし、安心感あったらもっとプッシュできるじゃないですか。余計もさらにこうスルッとこう後ろでプッシュ、はいはい、ここがあの車のグラビティセンターですから、このグラビティセンターの後ろ外からこういうふうに後ろポッてやるから、内側、はい、前輪のタイヤのゴム抵抗でギュインとこれを中心にしてグインと回り込んで、スルッと回り込むんですよね。でこれが多分雨とか雪だったらこれはまあ回りすぎてスピンになるっていう話にはなっちゃうんですけど、まあそういう話ですよ、分かりやすく言えばね、はい。で次はね、あのマツダの傑作である G ベクタコントロールね、まあプラスになってるんですけど、これはスポーツ走行ではなくて、あくまでも街中で、まあ、早い話がエコ運転ですよ。エコ運転の中で運転手及び、まあ、パッセンジャーの方の頭を揺らさない、滑らかな、まあ、高級感のある乗り心地に持っていくっていうのがあるんですけど、ベースになるのは、あの、全部、まあ、引き算理論ですけど、全部ブレーキコントロールなんですよ。これ DSC っていう話が絡んできて、実はさっきの KPC にも絡んでるんですけど、DSC、ダイナミックスタビリティコントロール、これなんですけど、これは本当に、その逆に言うと、うまくコントロールすれば、あの、スポーツ走行にも使えるんですよ。スポーツ走行にも使えるけど、マツダはその気がないだけの話なんですよ。まあ、それは後で、雪道の走行を見せますから、その中で解説しますからね。FF ベースの G ベクターコントロール、あの説明しますよ。まずこれね、分かりやすく言えば、皆さんあのオートクルーズあるじゃないですか。オートクルーズを入れたままでこういう風なワインディングが続くときに、皆さんオートクルーズであのメカニカルにあの自動車側が勝手に速度を維持しようとしてそのままワインディング始めると、めちゃくちゃ怖くないですか。めちゃくちゃ怖くないですか。これ自分の意に反して、それはね、オートクルーズなければ皆さんね、これ自動で皆さんの経験の中で、あのどうや G ベクターコントロール実はねちょっとだけやってるんですよ。オートクルーズで車が例えば50キロなら50キロでそのままのスピード、そのままの姿勢でカーブに突っ込むって、ものすごくさっき言ったようにぐわーっとあの全体が均等に外側にロールするんですよね。外側にそのままロールしちゃうんですよね。これめちゃくちゃ恐怖心があるんですよ。だから恐怖心を消すのがさっきの KPC でもあるんですよ。皆さんね、あの多分ね、あのワインディングが始まると、あのオートクルーズあのオフすると思います。で皆さんどうするかって言ったら、カーブに入って、その時にねカーブね一瞬ね抜いてるんですよ。アクセル抜いてる、あるよね、あの僕だったら、カーブに入る前にあのパドルシフトがあるんで、パドルで一速落とします。そうすると FF エンブレが効いて前のノーズダイブするんですよね。ノーズダイブすると、さっき言ったようにノーズダイブするとサスペンションが縮んで前輪のグリップが上がる。でこの状態で一回トルクを落として、でパーシャル、あのカーブをクリッピングポイント抜けてから少しアクセルを踏み出すって、これ皆さんね経験の中でスムーズなあの FF ベース の, あのコーナーを回るっていうことで、これ経験的に皆さんやってると思うんですよ。 G ベクターコントロールはそれを、人間ってアクセルオンオフだと前輪側後輪側 の, あのピッチコントロールだけしかできないじゃないですか。 G ベクターコントロールって4輪すべて最適のトルク制御、けどねこれトルクじゃないんですよ。マイナス理論でブレーキをかけてトルクを引いたり、ちょっと引いたり、だいぶ引いたりってちょっと引いたものはプラス、あの相対的にプラスになるだけの話で、まあそういうのをやってます。いいですか。じゃあどうやってやってるか、これね、また右カーブに入りますよ、右カーブに入りますよ。 G ベクターコントロールの基本は人間があんまり操作しちゃいけないんですよ機械が最適をしてくれますから。だからパーシャルのままコーナーに飛び込むときに、まずコンピューター側でトルクを勝手に落としてくれるんですよ。これ勝手にですよ。
で勝手に落としてくれて前に沈んで前グリップのグリップを上げるんですよ。で後ろの、はい、ここ後ろ後ろ内側後ろ内側、はい、後ろ内側、ここにブレーキを軽くかけるんですよ。そうするとこれ後で示すこのここのブレーキがここですから、ここが抵抗点になって駆動が前ですから、いいですか、ここ抵抗点になって駆動が前ですから、ここが引っ張るんですよ。引っ張るとこれ内側向くんですよね。これ右側向くんです。いいですか、駆動は前ですから FF の場合は引っ張る、 FR だったらプッシュなんですけど、 FF はこれ引っ張る。ですから車体がグラビティセンター、ここですから、はい、ここにリアに内側にブレーキかけて、ここで引っ張るとこれグイーッとかスムーズに回ってくれるんですね。スムーズに回ってくれる。そして定常旋回状態になったら、これまたトルク戻すんです。これ少しトルクを増やす、トルクを戻すってことはさっきの突入に比べたらトルクを少し増やしてるんですよね。で今度カーブを出て、はい、曲がりながら今度直線状態に戻すよっていう時には、今度はここのこうですから、フロント外側に軽くブレーキをかけると、今度はカーブを回ってるのが今度逆に、あの今ね右旋回してるんです。これを左側に回るようなイメージ、左側のようなイメージでまっすぐ出口方向に車の姿勢を変えてくれる。でこれを全て絶妙に、あの人間のブレーキっていうのはあくまでも、まあ、あの4輪同時にかかりますから、内側外側あのブレーキを使い分けることできないじゃないですか。それをプロの運転手があのオンオフするトルク制御をプラスで、メーカー側が左右のブレーキ抵抗を変えて、あのマツダはマイナス理論なんですよ。ホンダはプラスも変えるんですよね。マツダは全てマイナス理論。けどマイナス理論がいいのは、ブレーキっていう今あるデバイスだけを使うのでコストアップないんですよ。ですからお安い、あのコストアップなしで変なねアクティブサスとかを使わずに、現状のレガシーのデバイスを使ってお安い価格で車のコントロールをするっていう、これが大事なところなんですよね。でもう一つ利点があって、さっき言ったあの競技車両、昔の競技車両ですよ、もう本当にメカニカルなあの電子制御がない頃の競技車両って、例えばサーキット系トラック系の競技車両でしたら、やっぱりコーナーを早く曲がるためにあの外側にロールしちゃったら、あの内側が浮き上がってトルクは抜けるし、であのさっき言ったように運転手が安心できる姿勢を保つっていうのは、これタイムアップの基本なんですよ。そのためにロールしないために、まずはスプリングを硬くしてロールしないとか、あとは左右のサスペンションをあの動きを制限するあのスタビライター、これを太くして、あのあんまりこの大きなこう傾きが出ないようにするっていうのがあるんですけど、実はそれをしちゃうと、あの普通にあのコンフォート運転、あのリラックスした運転するときに、要はガチガチになっちゃうじゃないですか。だからマツダの GVC がいいところっていうのは、 GVC があればリアサスペンションとかあのスタビライザーをガチガチにしなくても、優しい、よくクッションする、よく動く足、柔らかい猫足でやっといて、必要の時だけあのブレーキでコントロールして車体の制御をする、うん、だからあの、まあ、ほとんどもうブレーキっていうあるあのレガシー そのデバイスを使って、何もあの例えばアクティブサスとかそういうのを使わないで、あのコントロールだけ で通常は街乗りの間はあの柔らかいオリジナルのサスが使えるよっていうのをやってるのが GVC の一番のメリットなんですよね。 あくまでもこれがレース用じゃないんですよ。あの街乗り用のサスが本来の柔らかいサスセッティングのままでできて、必要だったら GVC があの綺麗に コントロールしてくる。で GVC がいいところっていうのは、あくまでもカーブのだけが安定してるじゃなくて、走ってるだけでも車って結構ね揺れてるんですよ。揺れてる、でバンプに切られてとか、あのちょっとしたくぼみにはまって、あの車ってね結構ねあの右左行ってるんです。それを全部コンピューターがすごい頭のいい回転で常に車の直進でスーッと行ってる間も、道路って完璧じゃないですかね、この間もずっとコントロールして車を寄らせない。だからマツダの車って長距離乗っても疲れないんですよね。サスが柔らかいままでもね、はい、これが大事なところなんですよ。ですから GVC は
常に普通のエコ運転でも効いてるけど KPC は効いてないんでね、皆さんそれ誤解しないでくださいね、誤解ね。Fuel flow, engine start, start, oil pressure, check, phantom power, 48 volts, directional signal, check, RPM increasing, check, navigational devices on and locked, beacon lights on, highway lights on, virginity, fuel flow, engine start, start, oil pressure, check, phantom power, 48 volts, directional signal, check, RPM increasing, check, navigational devices on and locked, beacon lights on, highway lights on, virginity, expressway, this is 4.8.はい、そしてね、今ね、信号に引っかかりますけど、マツダって、まあ、全車共通なんですけど、カックンブレーキっていうか、バイト感がないんですよね。スーッとこう、真音をグイグイグイと締めながら、今ね、はい、ブレーキでこれ停止しますけど、ガックンってね、こういう風な引っかかるような、初期のタッチした瞬間にガクッと制動が効きすぎるっていうのがなくて、ギュギュギュッとそこから自分の足の踏み圧、ね、動力で、ブレーキ力をものすごく細かくコントロールできるんですよね。他のメーカーさん結構ね、ブレーキすごいんだぞってこうちょっと触ってたけどガクンというね、カックンブレーキ、まあバイト感が強いっていう表現する方もいらっしゃるんですけど、それだとやっぱり助手席に人がいらっしゃる時にやっぱ運転手って気になるじゃないですか。でマツダってすごくソフトにタッチからグイーッとこう効いてくるんで、ものすごくなんですかね、エレガントに自分が止まれるんですよね。ですから助手席の人にもなんか運転手なんだこいつ下手くそとか思われないように、もう車がね、ほら今ね結構これ強めでスイッてやったんですけど、スイッと効くので、ブレーキの姿勢制御、姿勢ブレーキで姿勢変化がないんですよね。それ以外にも実はですね、Gベクタコントロールって皆さんカーブとかの時の揺り戻しをなくすような、まあ運転手の頭を揺らせないようなものだっていうふうに皆さん思ってるじゃないですか。あれちょっと違って、こういう直進でもちょっとした轍で車が振られてるのを、あれ G ベクタコントロールで車体制御してくれてるんですよね。これね、これがマツダのすごいところなんですよ。はい、そしてね、これからね、青梅インターから高速道路でね、この、まあ、クロス D 2.2 リッターディーゼルターボのね、加速をね、これまあいつもケースいつも感心しながら味わってるんですけど、今回もね行ってみたいと思います。台に出して、はい、ここから踏み込みますよ。でこれあと合流の、はい、ここから大きな、これね G ベクターコントロールプラスになってるんですよね。こういう風に1回カーブに入った時1回減速して前のグリップを上げて、形状的にはアウト側のトルクを吹かさせて、そしてこう戻す時にはここから戻す時には今度後ろの加速を上げて、そして前のブレーキをつまんで要を外側に戻す、はい、ここからね、そういうね細かな一連のことを全部自動でやってくれてますよ。はい、そしてねここからまたインターを出てみますね。でここからひねった時にトルクを落として前グリップを上げて、戻した時に定常旋回に入った時に外側のトルクを上げて定常旋回を維持して、今ね車線を踏んだので車線逸脱っていうね、ちょっと怒られちゃいましたね。でこれでぐーっと今定常旋回中で、これをハンドルを戻した時に前ブレーキを踏んで、要を後ろを外に振って、ね、ノーズが前を向く直進方向に向くように G ベクターコントロールプラスをやってくれてるんですね。で今ねちょっとね一度合流のちょっと気をつけますね。1台トラックが入りましたから、これをいなして、バイクかっこいいなー、これなんだっつうんです、はやぶさかかっこいい、頑張って、おそれもかなりパッサブだこいつ、追いついちゃう、かっこいいぞはやぶさ、はやぶさの後ろ行こう、うわこれすごい太いリアタイヤだな、かっこいいねー、まあまあそれはさておき、はい、それはさておき、
回この AWD っていうのはあの FF の G ベクターコントロールプラスとまたあのやっぱりオールホイールコントロールが入ってるんですよね。で、マツダってあのこれっていうのはフィールドジャーニーみたいに 4WD に特化してるんじゃなくて、あの今回のね、あの後でこれ差し込み出しますけど、フィールドジャーニーはオフロードモードっていうのを出したんですよ。はい、ここで合流させるね。で、こういうふうに今クイックイって言っても、これも G ベクターコントロールで、運転手の頭およびね、助手席の人の頭が触れないように全部あのコントロールをしてくれてるんですね。トルク、ブレーキで、要をそのブレーキの出し引きで要をコントロールするっていうのがあります。で、さらにこれ AWD ですから、後ろのトルクの盛り上がりっていうのもリアタイヤの盛り上がりのかけるっていうのも全部入ってるんですよ。 FF はそこがないんですよね。で、あの G ベクターコントロール、これ、まあ、全てに万能かって言ったら、やっぱり一番優れてるのはホンダさんの NSX に入ってるあのエレクトリックですけど G ベクターコントロールっていうのが、あれはすごいなって思います。あれはあのマツダはマイナス制御ですけど、ホンダっていうのはプラス制御も入ってるんですよね。要はあのモーターであの前側かきあの前に進むね、前トルクっていうのもかけれるんですけど、マツダはそれをまあコストダウンのためにまあブレーキ制御でマイナス制御ですけど、それをうまくほとんどそのマイナス制御って言うとガクンとこう車速が落ちたり前がノーズダイブするんじゃなくて、本当にごくわずかな柔らかなブレーキで、さっき言ったようにマツダってブレーキ制御がものすごく柔らかいタッチできるんで、ほとんどマイナス制御でブレーキで減速かかってるっていうのを運転手に気づかせないまま姿勢制御だけでやってるから、ものすごく滑らかに自分が回れてるんですよね。ですが、こう、まあ、これ今、低速のレーンチェンジでしたけど、さっきあの、高速でレーンチェンジしたじゃないですか。ああいう時も、私全然頭触れてないんですよね。ですから、あの、やっぱこういう風に触れると、ものすごく危機感を感じるじゃないですか。で、やっぱり助手席もちょっと心配。この人大丈夫？この人の運転大丈夫？乗ってて大丈夫？っていう気になるんですけど、マツダってそういうのって全然ないんですよね。はい、そしてね、あの、もう一つね、KPC で、誤解してほしくないのは、まあ確かにコーナーの時に、ね、リアブレーキの内側を薄くかけて、あのじゃあ安定してるなら早く走れるんだよね、早く走れるためのデバイスですよ。いや、それ違うんですよ。あのひらひらだけどめくれ上がらずに安心して走れる、安心して FR があのちょっと踏み出せるので、ラリーマシーンのように早く走るデバイスではないんですよ。ラリーマシーン、あの今回の CX60 って通常普通に走ってる限りは前後トルク配分が10:90、あの離学動が常に強いですけど、雪道で滑りを感じた時にそれがぐわーっとバリアブルに変化して、あのこれね、多番クラッチ使ってるからできる話なんですけど、バリアブルから変化して通常走ってるうちは10、90、後ろが90ですよね。で、雪道の時にぐわーっと寄って、まあ50、50になるんですよ。けど、スバルさん、三菱さん、あるいはまあ、あの、こういうふうな完全なね、ホモロゲーを取るようなラリー車、こういうのは、もっと速く走るのを、ドリフトアングルが大きくなって、内側に、常にあのコーナーの内側に寄りながら、ドリフトアングルを大きくしながら、これが安定させるので、KPC はそうではないんですよね。あの、ドリフトさせることまでは考えてないんですよ。昔のラリー車、三菱さん、スベルさん、まあまあ、あの、みんなね、考えることはほぼ一緒なんですよね。最初、思いっきりガンと、あの、これ全部コンピューターで自動でやってくれるんですけど、もう最初は FR で始まって、ガンと滑り出しを大きくして、ここから50、50で、コーナーが見えたら今度 FF をかなり強くして、ここからぐいーっと、あの、内側、の鼻先を、出口に向けて引っ張ってくれる。あのラリー車ベースっていうのはこの大きなスリップアングルをいかに安定して出すか、この安定して大きなまま、あの TPC は大きなスリップアングル、これ考えてないんですよ。あくまでも安全なあの
グリップ走行の中でコントロールしてるんです。これ間違わないでくださいね。あの KPC でこのドリフト走行ができるんだ、それは違いますからね。はい、それはそれで、あのラリーにはラリー用のコントロールがあるんで、これはもう全然違う話ですからね。まあそれはもう三菱さんとかスバルさんにそれは任せてください。あのマツダはそこまでのを狙ってる会社じゃないっていうのも知っといてくださいね。はい、皆さんこんにちは、ケイズです。今日はね、八千穂レイクの氷上走行会に来てます。これね、目の前全部氷の、まあ氷っていうか湖の上の氷の上なんですよね。で今日はね、ちょっと昨日からの、雪が少し氷をカバー、ソフトにカバーしてまして、非常にね氷の上にサラサラの雪が乗っていて、非常にスリッピーな状態です。まあ、このぐらいスリッピーだとね、わずかなアクセル挙動でも、まあ、外に流れてなかなかね、アンダーが出てしまうというの、なかなかアンダーが出てしまうっていうんですけど、マツダのね四駆で少しね、お話ししたいと思いますけど、マツダの AWD、 iAWD はちょっと頭が良くて、運転手が滑った状態で、運転手が滑ってもちゃんと加速しながら、滑りながらでも走りたいのか、アクセルを緩めて安全に行こうとしてるのか、止まりたいのかっていうのをちゃんと前読み察知して、運転のそのアクセルの挙動で察知して、運転走りたいんだって言ったら、結構トルクを落とさずにですね、要するにエンジンのトルクを落とさずに走ってくれるっていう、そういう風な切り替えをしてます。逆にアクセルを緩めて、この人は、まあ、安全に行きたいんだな、滑っても、安全に行きたいんだなと思うっていうほど、コンピューターが感じるとエンジン のトルクをかなり落として、でかつアンダーになるんでしたら、後ろのブレーキ、内側のイン側の後ろブレーキで、オーバーステアになるんでしたら、前の外側のブレーキをかけて、車線に戻してくれるっていう、ね、制御、これ、まあ、DSC、ダイナミックスタビリティコントロールっていうんですけど、それをね、かけながらやってくれてます。で、トラクションコントロール、あるんですけど、マツダはトラクションコントロールと DSC があるんですね。でトラクションコントロールは基本 FF ですから、FF の駆動輪、前側駆動輪が滑ったらエンジンをまず、ね、トルクを落とすっていうのがあって、こういうふうな氷上の走行会ではトルクが落ちると逆にコントロールが効きにくいんで、トラクションコントロールをオフにするんですね。それがこの右側の運転席の右側にスイッチがあるんですけど、DSC ダイナミックスタビリティコントローラー、これがですね、残念ながら切るスイッチがないんですよね。アンダーが出れば後ろ側の内側のブレーキで、オーバーステア、要するにスピン しそうになると前側の外側のブレーキをかけて、まあ、車線の内側に戻してくれるっていう風な、賢いんですけど、やっぱりブレーキかかると、こういう路面ではアクセルで立て直そうとしても、もうちょっとそれが効かなくなっちゃうんですよね。ですから、DSC を切るスイッチが基本ないっていうのがちょっと残念です。まあ、こういうふうなね、これは特殊な走行会ですからね。ですから、まあ、それをね、理解しながら、TCS と、まあ、DSC っていうのをね、切ったり入れたりしながらやります。で、トラクションコントロールシステム、TSC があると、マツダはさっき言ったように FF ベースですから、基本滑らない限りはFF が100なんです。100なんですけど、マツダがいいところっていうのは100のままにすると、いざ滑っちゃって後ろを駆動すると、後ろの駆動 のトルクのかかり方が遅いんで、実はちょっとテンションかけてるんですよね。ちょっとテンションかけてて、滑ったら間髪入れずに後ろの駆動がかける。でかけてもね、それが50対50が
あの最大なんですよ。でその50対50が最大っていうのがやっぱり FF ベースの四駆のやっぱり泣きどころで、やっぱりそこがあのスバルさんとか三菱さんとかとは違うところなんですよね。あの最初にあの後ろを滑り出させてっていうのがなかなかできない。じゃあどうするのかって言ったら、あのフェイクを一回かけて、用の大きい用をかけて後ろを滑らす、その瞬間にポーンとね一回アクセルを踏み込みます。そうするとあのトラクションコントロールというより、まあ、あのちゃんと IAW がかかって50対50になれるんですよね。でその状態であのスリップアングルを一定にするように流していくっていう風にやると、まあ、いいかなという風に思います。上空からのドローン映像を見ると分かるんですけど、ここで大きくハンドルを切ってフェイクをかける。ここね、表あの氷に対するグリップがないと車の姿勢変わらないんですよね。でそのままアクセルを踏み続けて、踏んだ時にやっぱりね、あの氷に対するグリップがないとインに寄っていかないんですね。このようにぐーっと寄っていくんですけど、これが表情性能ですね。はい、ここからもフェイクをかけてハンドルを切って車体姿勢を変えて、けどこのあの大きく切っても車体の姿勢が変わるっていうのが重要なんですね。でずっとアクセルを踏みながらインに、はい、寄せていきます。はい、ここもハンドルを大きく切って車体の向きが変わる、このね変わるっていうことが重要なんですね。でアクセルを踏みながらインに寄せていく。でアクセルを踏んでもグリップが負けずに外に流れないね。で内側に、ここですね、内側に寄っていく、これが表情性能としてスタッドレスタイヤに重要になります。はい、今ここの氷もね濡れた氷ですが、完全に横走り、このままアクセルを踏みながらノーズをねインに近づけられる、これがね表情のグリップ性能なんですね。これから箱根のターンパイクに向かっています。今ね下りのね坂がカーブやるんですよ。こういう風にねパドルシフトでぐーっとねエンブレかかりながら、前がノーズ内部で前荷重になるんですけど、結構ねあの変なノーズがこうね刺さりながら入るっていう感覚全くないんですよね。であのさっきの前輪2つそれぞれ37馬力ボーラーが2個ついてるっていう風に言ってますけど、これあのトルクベクタリングコントロールしてるんですよね。でこういう風な姿勢制御を、まあ、ドライバーがハンドルとアクセルだけでコントロールするんじゃなくて、車側が判断して最適な姿勢制御、ね、車をなるべくロールしないで安全に、そして早くですね、本田さんは早く回り込めるようにやってます。でトルクベクタリングコントロールって一般には有名なのは松田さんのトルクベクタコントロールあるんですけど、松田さんのを言えばあれはマイナス制御なんですよね。ブレーキを使って姿勢制御を全部ブレーキを使ってドライバーの、まあ、引いては助手席の方を揺らさないっていうのを目的としてるマイナス制御だから、プラスでトルクを加えて進みカーブを回り込むっていう制御ではないんですよ。あくまでも、まあ、運転席およびやっぱりね助手席をメインにしたチューニングで早くカーブを走り込むではなくて、まあ、安定して運転席を揺らさない、それをメインにしたチューニングなんですよね。けど本田さんはちょっと違ってプラス制御のモーターですからね、回生ブレーキと当然37馬力っていう片輪ね、37馬力って400cc 以上のバイクのエンジンぐらいになるんですよね。そして、まあ、
モーターコントロールですから本当に瞬時にコントロールできるんですね。まあコンピューターからの指示に遅れずに瞬時にコントロールできる、まあそういうのをね、プラスコントロールも使いながらベクターコントロール、これねちょっとね、ほらこういう風にカーブ中にちょっと揺すりますよ。あのね、揺すっても綺麗に大きく姿勢制御がね、あの姿勢が破綻せずにこういう風に、今ねこのはみ出し禁止なんですけど、この枠内でやっても結構ね安心して車がロールの加速、ロールがグイングインという風に振り込まないようにしながら綺麗にね、そしてこれ今カーブでねグイーンとありますけど、車の姿勢制御をやりながら、この辺はねマイナスコントロールで多分いけてると思うんですけど、これ加速中にやってもね、今ダウン、あの下りの道路なので多分あのマイナス制御側でやってると思うんですけど、今度上りで加速しながらでもねやってみますので、それは後でご報告します。今ね、車の今ブレーキを使わずにきつい下りのカーブを車のねグリップに任せて曲がってみました。もう全然その外側にロールすることなく、きちんとね車がコントロールして、でグリップも相当強力ですから、もう不安なくこういう風なちょっとねあえてGをねかけて、ブレーキを使わないで、ね、通常はきちんとねブレーキをかけてトルクをね、アクセルを少し踏み込んでトルクをかけながらね、リアトルクをかけて回り込むようにするんですけど、今さっきねちょっとあえてやってみましたけどね、本当に強大なタイヤのグリップが安心できるっていうのが今のでね分かりましたね。でこのようなワインディング、ちょっと狭いワインディングですけど、本当にオンザレールの少し軽くアクセルを入れながら、もうさっきのねモーターアシストのベクタリングコントロール、これねすごくいきますよ。この S 字を回り込んでちょっとワーと遅らせて入ります、きつくね。でも非常に前がノーズがグルグルと前に、で駆動がかかりながら引っ張りながら引っ張り込まれて、来いよ来いよと、はいこれですね、来いよ来いよと、もう連れてってくれますね。はい、まあ法定速度台でね、あまり超越しないように、まあ踏んでいきます。コスワス製のね507馬力エンジンプラスね、メインモーター、リア駆動に48馬力でプラスね左右にね37馬力の電動モーターが、まあ片輪ずつについてますから、こういう風にね今ねぐーっとベクターコントロール、ベクトルコントロールしながらね安定しながらねサポートしてくれます。こういう風にね左が回り込みますね。でねこれこのぐらいでしたらねまだ大きなアシストはないんですけど、オンザレールというようなね乗り心地です。もう全然違和感なく曲がりたい方向に、前輪も引っ張りながら全てが引っ張るわけじゃなくて、最後クイッと食い込む時にですねグイッと引っ張り込んでくれるっていうのがよくわかりますね。で下りでもねこういう風にパドルを使いながらねスポーツ走行でね、まあもともとさっき言ったようにねこのベクターコントロール、当然ね回生を使いながらもモーターでね内側の引きずりも使いながらねうまく車体をコントロールしてくれますので、パドルを使ってもかなりね速度域でこう進入できるんですけど、それでもこういう風にね車体をうまく左右のねブレーキ、そしてここで解放して用を戻して、こういう風なね車体を戻すっていうのがうまく効いてますね。でこういう風にねパドルをパンパンと引き込んで、はい、はい、ここまでのもうケイズのね妄想みたいな話、長く付き合っていただいてありがとうございます。ここまでの本当にねケイズってもういい加減でしょ、いい加減でしょまあこんなねいい加減で水槽の世界でね話してるような YouTuber いいと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。長いご視聴ありがとうございました。
fuel flow. Engine start. Start. Oil pressure. Check. Phantom power. 48 volts. Directional signals. Check. RPM increasing. Check. Navigational devices on and locked. Beacon lights on. Highway lights on. Virginity. Fuel flow. Engine start. Start. Oil pressure. Check. Phantom power. 48 volts. Directional signals. Check. RPM increasing. Check. Navigational devices on and locked. Beacon lights on. Our course runs turn left heading 120 vectors for Rhode Island.